こんにちは、金、大の宮イは、グタクです。サッカー詳しいです、私。日本代表と、J リーグもそうですがルールももちろん、はい、わかります。はい。サッカーも、2チーム、まあ、団体ですね。11人、11です。つまり、はい。まず、サッカー、ワールドカップは、毎年4年に一度ですが、トヨタプレイレンフ深くあるワールドカップは1年ですね。1年通して、ヨーロッパ、南米、アジアとか、いろいろなチーム、J リーグからも、はい、参戦です。 はい、世界クラブをの決めるものです。はい、サッカーはです、ね、J リーグが開幕したのは1993年ですね、はい。スルスポーツ、ミルスポーツ、両方ですね、はい。ゴールキーパー、ポジションゴールキーパー、ディフェンダー、ミッドフィールダー、フォワードですね、はいまあ。リフティングも確かに大事ですが、私、リフティングちょっと弱いですね。はい、メンタルが大事です。 ドリブルとはインサイドドリブルとかアウトサイドドリブルスクリーンドリブルなどございますねあとはまあサッカー、まあ、ワンサイドカットですね守備の基本としては、はい、一番は、はい、あとはまあヘディング、まあ、ジャンピングヘディングとスタンディングヘディングがございますね、はい、あとはまあゴーキーパーはキャッチングとかセービング、まあ、体を使ってあとパンチングもございます ハイ、はい、ボール。あとサッカーはまあフィードですね。まあ、ゴーキーパーはまあ攻防の第一歩ですね。はい。味方で正確に素早いパスを送るんです。あとはオーバースロー。アンダースロー、ゴーキーパー。あとはディフェンダー。まあまあ、起点ですね。シュートを打たせない作戦。いろいろですね。はい。まあ、オフサイドはまあ、もう、パスを受けなどのプレーに参加したとき。 あとはまあ、妨害した場合。あとはまあ、オフサイドポジションに行てプレーを利用した場合。ダメですね。はい。フォーメーション、確か、4-3-3が基本ですね。はい。あとは4-4にダイヤモンドだったり、普通にダブルボランチだったり、3-5-2。あとは3-4-2-1。4-2-3-1。日本代表、現在は3-4-2-1くらいかな。はい。サッカーの他にも、 えー、フットサルですね。手は基本的に使わないやつですね。はい、スローウィーンは手は使わないやつ。前半後半45分プラスアディショナルタイム。なお、ゴールで服の場合、あの、リクエストではなくて、あの、AI によるリクエストチャレンジですね。はい。2回までチャレンジシステムもありますね。はい。なお、警告退場、あとペナルティ、 ティーキック、あとフリーキック、コーナーキック。フリーキックは2つあって直接と関節。はい。あと、ま、ゴールキック。まあ、審判によって違いますけども。ファウルの場合はもう、こう、体をこう倒したりとか、あとは、ハンドもありません、ね。ハンド。ガ画によってはもう警告が出ますので気をつけてください。はい。サッカーはここまでにしたいと思います。バイバイ。